人類帝国狩猟カインファイターから相談があるという連絡があった。慎重に階段に挑み敵の真意を究明せよ。ジャッカーを育てようか。いや育たないんだよねこれやっても。カインファイターとの待ち合わせ場所はここだな。またしたな。わしは新人類帝国の支配者カインファイター。何これは罠か。まあ待て、今日は貴様たちに相談があってきた。どうだ貴様たち、わしと手を組まぬか。わしと貴様たちが手を組めば無敵だ。面白いことを言う。それはどういう冗談なんだ。それともこれには何か裏があるのか。いやいや、わしは本気だ。心底そう思っている。残念だな、俺の使命はお前を倒すことだ。なんだお前たち、わしに歯向かうというのか。お前たち、ファントム兵士ではないな。これはどういうことだ、カインファイター。知らん。だがひょっとするとこれはデスパー軍だ。さあ来い。お前たち、どういうことだ。判明するまでじっとしているか。さて、ファントム軍団の帝王カインファイターの処刑開始だ。なに、カインファイターの処刑。うん、お前らやはりデスパー軍団か。わしから新人類の支配を奪おうというのだな。問答無用。だがこのわしを倒したとて日本の沈没は止まらんぞ。何をたわごと。お前たちもろとも日本は海の底に沈むのだ。去る火山帯の地下に地殻変動装置が仕掛けてあるのだ。もしそれが本当なら大変なことになる。カイファイター、お前を自由にしたら地殻変動装置の場所を教えるか。よし承知した。よし、ここはカインファイターを助けよう。
た、うかつ。うふふ、また大ヒーローたちよ。前は一体何者だ。今にわかる。恐ろしいやつだ。さて、カインファイター、装置の場所を教えてもらおうか。ついてこい。この辺りの地底は活断層になっておる。だからここで地殻変動が起これば大変なことになるのだ。なるほど。さあ、先に進むぞ。これが地殻変動装置だ。なるほど、これを壊せばいいのだな。その通り、わしが壊そう。え、壊していいの？ふっは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 。何がおかしい、カインファイター。わしが今壊したのは安全装置だ。地殻変動装置とは真っ赤な嘘よ。これを壊すことにより地殻エネルギーは暴走するのだ。そしてその結果、マグマの変動が起こり日本は沈没するのだ。くそ、はめられたのか。おそらく3分くらいでそれを起こるだろう。みんな沈んでしまえ、マグマの海に。カインファイターめ、どうすればいい。なんとかしてこの機械を修理できないのか。エネルギーキューブとコントロール装置が完全に壊れている。この2つのパーツを見つけなければ、この洞窟で探してみるしかない。あったぞ、コントロール装置だ。
ましょう。あったぞ、エネルギーキューブだ。よし、これで装置が修理できるぞ。なんとか間に合った。さあ脱出しよう。わしの最後の大計画を許せん。様式様との最後の戦いだ。なんだそれ、わら人形みたいな。じわじわ行くしかないのか。気力薬がまだあるわ。
け。まだだ、まだやれるぞ。うお、マジ？立ち上がりからの攻撃が早すぎるって。火炎ファイター、まさに地獄の魔王だった。火炎ファイターごときに苦戦するとはな。お前は一体何者なんだ。俺の名はウデスパー。火炎ファイターは単なる部隊長クラスに過ぎないのだ。これから新人類を支配するガイゼル総統は火炎ファイターをはるかにしのぐ実力の持ち主だ。ガイゼル総統、我らデスパー軍団のリーダーだ。デスパーもガイゼル総統の部下だったのか。デスパー軍団、まさに恐怖の軍団だ。新人類帝国を率いていた火炎ファイターはヒーローたちの活躍により倒れた。だがまた新たなる悪の組織が現れた。その名はデスパー軍団。軍団を率いるガイゼル総統とは、そしてウデスパーの実力は。